きました。おもちゃをもらいました。今日はこれを紹介したいと思います。2つ。あれ、これ2つ同じやつ。嘘、本当？まだパパ触ってないんだ。同じ感じ？なんか同じ感じ。同じ。同じ。同じ。今回は全部で8種類で、サーヤがいいなって言ってたのは、キティちゃんとマイメロの写真入れ、あとキキララだよね、キキララの歯ブラシケース。とりあえずこの3つがいいなって言ってたんだっけ。あとシナモンもいいって言ってたっけ、定規。うんね、うん、さあどれが出るか。うん、じゃあハサミ。あ、ハサミね。ハサミ2つ同じ感じ。うん、同じ感じ。あ、そう、ちょっとパパも触っていい？あ、なんか形、あ、わかった、これはわかった。こっち違うっぽいよ。え、なんだろう、今開けてる。キティちゃん。あ、やったじゃん、いいじゃん、いいじゃん。わっ出た。じゃあもう一個の開けたいと思います、ね、あ、やっぱ違う。あ、キティ、キティ。あ、本当だ。それパパは触った感じはこれだと思います。かわいいかわいいね。おー、なんか入ってた、シール。おお、あ、いいじゃん、なんかでも小物入れだからいろいろ入れられるね。パパ、これさや、これも欲しかった。おー、じゃあよかったね。これシールがあったじゃん、2つあった、ね、中開けたらなんか入ってたから、取ったらシールだ。シールはこんな感じ。見て、椅子ちょうどいいじゃん、座ってる。土日限定でキャラクター大賞歴代グランプリヒストリーブックっていうのがもらえたんだよね。これがキャラクター大賞、今までのね、出てる。もう最近はもうマイメロとキティの一騎打ちって感じだね。でもキティの方が多い、マイメロより。で、2015年はこのポンポンプリンがね、グランプリ取ったんだよね。これあれじゃん、サーヤの好きなこのアリスのやつだ。キティのアリスのやつ。本当だ、ね、で、あとはこれはこのシールがついてるね。シールね、これはね、土日だけだったみたいだよ、ね、ちょうどよかったね。よかった、ね、え、よかったね。でもさやのね、うん、言ってたやつが当たってキティで、これね、このポンポンプリンも気に入ってるって言ってたからね、うん、よかったです、うん、あとシールも、シール付き。皆さんもハッピーセット、お子様の食べて子供のおもちゃをもらってみてください。